スペインのハルチネス、この2人程度調子が上がってきてるか、まあ、一応リプトンからね復帰第2戦、まあ、クレーでは、今年初めてだと思うんですよね、はい、6月でしたっけ、はいはい、ね、優勝してますからね、落としましたセレッシ、再びラリー戦、また今度らしい、はい、まあ、片やセレスはね、一度もウィンブルドンでは決勝まで行ってますけどね、そうですね、優勝ないですね、ないですからね、ただオーストラリアオープンに4回、全仏3回、はい、US オープンも2回ね、優勝してますからね、なんだかんだ言って、ネットを取ったマルチネス、パスで抜きました、ドロップはちょっと失敗しましたね、はい、見事なボールです、フォードボール、おーうまい、フォアハンドのストレートでウィナー、このクロスはすごいですよね、はい、ドロップショット、今度は決まりました、これが扱います、詰めました、振りました、別に入ってますからね、さあこれはラリーの応酬、セレッシは左利き、これがフォア、うん、すごい、うわリターンエース、ブレークしちゃった、対戦の場合には今塚越さんおっしゃったようにどうしてもこうセレシが上回るというふうに、今のところは ね、はい、まあ、先ほどもこんなような感じのがありましたよね、はい、あっという間にセレシがジュースに持ち込んでましたけど、あ、アウト、ブレークだ、ブレークしました、だから、まあ、あの事件のおかげで、まあ、大会運営者としてはその警備のね、はい、こう予算という場なんですよね、はい、すごいリターンです、ね、何度も僕は 目にしましたけどね、はい、アウト、コードボール、独特のスピン、アウトになりました、これがクセ玉といういいサーブ、サービスでポイントを取りました、ラブゲームでキープ、会場を選んで取材に当たるというのも、室内とかね、そういうのはね、はい、なかなか
あの朝から晩まで見てるとね、結構暗くなっちゃったりしますからね。なるほど。リターンエース。最後に勝ったのがこのセレスでしたね。まあ、あの後セレスはずっとリプトンまで、はい、肩を休んでました、はい、休んでましたからね。山松さんとか杉山愛とか ね、はい、オリンピックでも2回戦でね、はい、最近はもうね、まあ、日本人に限らず誰も勝ってないんですが、随分振ってます。さあここからどうす、かろうじて返した、チャンスボール、返すだけ、バックアウト。第1セットセレシが取りました。やっぱりなんていうんですか、その前にセレスがハードヒットしてきちゃいますからね。そうですね、でもどうにかあのこうしぶときやってれば、まあ、3度ぐらいのブレイクポイントのチャンスがありましたからね、はい、やっぱりチャンスはないわけじゃない。どっちかというと西部の人たちの悲観地ですよね、はい、それは東部の人たちのこういうリゾートというかアメリカの東部の人たちはこのヒルトンヘッドとかね、はい、この辺に昔から有名なリゾート地ですよね。攻めるセレシ、お、ここは珍しく切り返した、攻める、あー、アウト、惜しい。攻めるセレシ、常にハードヒット、サイドアウト、アウトですね。ドロップは見事、第2ゲームセレシ組み立てですから、はい、やっぱりこうクレーコートとかはあってしまいましたよね。それでマルチネスの方は、まあ、まさか勝てるとは思ってないという感じでね、はい、試合してましたからね。さあトップスピンループボールで返しますが、セレシが強打、マルチネスサービスをキープします。その前にね攻撃されてしまいますからね、はい、マルチネスが攻め込むというシーンはほとんど見られません。このアングル、高く弾む球、叩く、スライス、もう一本スライス、スピン、このパターンです。そうですね、ウィナーですよね、ストロークによる、はい、サティラブから、さあまたもセレシの強打、面白い回転、オープンコートから開き、今はマルチネスで、ね、はい、ウィンブルドンに優勝した、その人があのコートサイドでね、あのかけっこしてるんですよ、競争を、はい、でウェイドの方が全然速いと思ったら、はい、リュアーの方が速かったんですよね。だから、あ、見た目だとわからないもんだななんて思って、うん、何か2人でかけてやってましたし、ね、そうですか、練習の合間にね、はい、長いラリーです。さあこれは見応えのあるラリー、うわーすごいラリーですね。角度つけて入った、子供いなかったみたいです。おお、すごい。またドロップ、おー、すごい、ブレイクバック。見事にブレイクバックしました、マルチ。
いいところに入った。ああ、ネットです。まあ、それはマルチネスが一番よく知っていたと思うんですけど、おー、取った。ラブゲームでキープしました、マルチネス。この大会優勝がないんですね。強打、強打、もう一本スマッシュ。ハードコートの大会が終わって、ハードコートシーズンが終わって、ね、はい、まあ、オーストラリアオープンの前あたりから続いていたハードコートシーズンが終わりですよね、はい、最後は新席を上げた人にとっては精神的にね、かなり緊張してるわけですよね、はい、そのリカバリーの時間が、あー、入ってます。入ってる。返してます、マルチです。オープンコートドロップ、これはガラ空き、うん、なかなかいい試合になってきました。かかるゲームですけどね、はい、攻めるセレッシュ、うん、入ってます、ラブサーティ、サーティラブ、失礼しました。チャンスボールでドロップ、ね、これはもう取れません。言われたとすぐ取られちゃうんですけどね。ダ、ね、ブゲームでキープしました。攻めます、返してます、アウト。慌ててまたラリーしだしたんですけどね。なるほど、大事な時にね、こういうことがあるとちょっと頭にきますよね。マルチネスサイドでした、はい、うわ、面白い返し方、うわ、オープンすごい、またラリーの応酬に変わります。うわ、すごい、うわ、ネットこれいいポイントだった。アウト、ブレイクしちゃった。これは大きなブレイク、第2セット第返しています。この試合のパターンでドロップショット、いいところへ決まった。これでラブサーティー、マルチネスはブレイクチャンスを作れるか。やり返した、いやー、疲れさすが、もうよ、逆をついた。さあ今度はセレシがしのぐ、いやー、もったいない、残念、アンホーストエラーで待ち、入ってますね、すごい。ウィナーで最後セレシがファイナル進出を決めました。まあでもなかなかね、いい見応えになったね、いい試合だったですね。そうですね、マルチネスの